P-800、オーニクスは、ロシア連邦で開発された、超音速対艦ミサイルである。輸出型は、ヤーホンと、リバースと呼ばれる。地上発射型は、バスチオンと、空対艦型は、KH-61 と呼ばれている。アメリカ国防総省は、このミサイルに対し SS、SSN-26、SSC-5 のコード番号を与えたが、それは、 ロシアがこのミサイルの存在と名称を公表した後のことだった。オーニクスは従来長距離ミサイルと中短距離ミサイルの日本立てで開発が進められてきたロシア海軍の対艦ミサイルを統合する新世代対艦ミサイルである。設計は旧ソ連の長距離対艦ミサイルを手掛けてきた NPO マシノストロイエニエが担当し1985年から 開発が始まった。オーニクスは P-700 グラニートや P-270 モスキート等の旧ソ連の対艦ミサイルの正当な後継者という位置づけになる。オーニクスはマシノストローイエニエがソ連邦時代に設計した長距離大型対艦ミサイルの P-700 グラニートを小型化したような外見で推進系はグラニートと同様に インテグラルロケットラムジェットである。旧ソ連海軍では1980年代初頭から使われている推進システムである。ミサイル本体にはラムが使用されており、被発見率の低下に注意が払われている。ミサイルは発射されると、固体ロケットで超音速まで加速し、その後、ラムジェットに切り替えるもので、固体ロケットの推進剤を燃焼させた後の空間が、ラムジェットエンジンとして使われる。 射程は飛行プロファイルによって変化する。射程は高度2万メートルの航空をマッハ2.5で飛行し、目標の手前で降下、低空で突入した場合で約300キロメートル、低空のみを飛行した場合で120キロメートルとされるが、速度はマッハ1.6に低下する上に、空力加熱によって探知される可能性が上がる。通常、3発1組で運用され、 その場合には、リーダー機のみがレーダーを作動させ他のミサイルに指示を下す。またレーダー警戒装置が搭載され、必要に応じて回避運動も行う。オーニクスは大会攻撃が主任務であるが、この他に地上攻撃も可能とされている。P-800 ミサイルのスケッチミサイル本体は、全長8.9メートル、直径70センチメートルの発射コンテナに収められ、 システムチェックはコンテナに収めたまま行うことができる。設置において、射円板を必要としない。コンテナ込みの重量は 3900kg となる。本ミサイルをもとにブラモスが開発されている。水上発射型は、プロジェクト1234ミサイル艇、中島を改造して搭載され、隠しテストが行われた。 水中発射型は1986年から1992年にかけて、プロジェクト 670M 原子力潜水艦、K、K-452、ベイルクトを改造し、SM-403VLS を搭載して、試験が行われた。航空機からの運用も可能であり、S-27 戦闘機の各種発展型や、S-57 戦闘機、 マイナス 22M 爆撃機などが、このミサイルを搭載できる。テストは1998年頃には、一通り終え、同年に、正式採用された。機械製造科学生産連合では2016年より、本ミサイルの近代化を開始している。このミサイルを搭載している、現役艦艇は、野戦型原子力潜水艦、インドネシア海軍のファンスペーク級フリゲートの、 近代化改修型のみとなっている。インド海軍のタルワー級フリゲートは、改良型のブラモスを搭載しているため P-800 は採用されていない。予定では、現在近代化改修が予定されているキーロフ級、ロケット巡洋艦の3、4番艦、ウダロイ級大型対戦艦が改修の際に搭載されることになっている。さらに建造、試験中のアドミラルゴルシコフ級フリゲート、 アドミラルグリゴロビチ級フリゲートステレグシチ級フリゲートなどが搭載を予定している。地上発射型はバスチオン P が MZKT-7938 輪トラックにバスチオン S がサイロに搭載、格納される。バスチオン P はロシアの他にベトナム、シリアが採用を決定しているロシア連邦軍は 実行支配下の係争地を含む本国においてバスチオンをエトロフ島に配備している。国外中流部隊ではシリア内戦への介入で設置したタルトゥース基地に配備されている。ありがとうございます。